どうもこんにちは、折り紙ジェットです。はい、今回はこのカブトムシの折り方を説明していきます。はい、で使う材料はまあこういう茶色の色の方がいいんだと思うんですけど、まず普通の大きさの折り紙1枚と、あと半分に切った折り紙2枚です。はい、では早速折っていきましょう。はい、まず体から折っていきます。そしたら三角に半分に折って真ん中に合わせてこのように折ります。で、そしたら裏返してこのここに合わせてこんな感じに折ります。まあ合わせるように折ります。で、そしたらこのような向きにして、まあ、垂直になるようにここ、まあ、ここを起点にしてというか、まあ、折ります、まあ、ここの線に合わせてかな、合わせて折ります。はい、で、こうなったら全部広げます。1回広げてこことここの線を結ぶように折ります。はい、そしたら縁を折り筋つけた折り筋に合わせて折ります。はい、この線に合わせて、いや線に合わせてじゃなくてこの真ん中の線に合わせて、まあ、ハートみたいな感じなんですけど、まあ、こんな感じに折ります。ごめんなさい、これは違う。でこんな感じに折ります。で、まあ、しっかりと折り目をつけて、まあ、もう一回折ります。こんな感じに。で折ったら、まあ、白いところが見えなくなる感じで このペラペラを折ります。で折ったら裏返してこの線の真ん中に合わせて折ります。そしたらここに合わせて折ります。こんな感じで、で折ったら、まあ、こことここの半分のところで折ります。こんな感じで折ったら裏返してここの角を はい、でこんな感じに折ったら、ここと合わせてこんな感じに折り筋をつけます。でこっち側も、まあ、この真ん中、まあ、この線とこの線が重なる点に合わせて
たら、今つけた折り目と反対側に手前に倒すようにして、倒すようにして今つけた折り目で折ります。でこんな感じになったら、まあ、倒してどっちにも倒して今ここの先端をこんな感じに折ります。で折ったら、まあ、ここから細かいんですけど、感じにしてここ広げます。で、まあ、五角形みたいな形にして、で半分にパタンと倒します。はい、でパタンって倒したら、今こうなってると思うんですけど、まあいやこのままでいいや。あ、このここを今こんな感じになってるんですけど、上に持ってきます。こっちの方がカブトムシっぽさが出ると思うので、なんとなくちょっとここ、うん、はい、でこうしたらまっすぐピント立ってて、このカブトを広げたら完成です。完成じゃないです、胴体のパーツができました。はい、次は足を折っていきます。足はまず半分に折ります。はい、でそしたら真ん中に合わせて感じに合わせております。でそしたらこっちに合わせて、こんな感じに、ま、この辺に合わせるように折ります。でそしたらこの真ん中、ここの線がこう真ん中に来るように、開いて今つけた折り目で、今つけた折り目で中に、今つけた折りの中に入れる感じで、反対側も今ここ折り目つけてるんですけど、広げて中に入れる感じで。折ったら後ろに半分に折ります。はい、でそしたらこの2枚だけを反対側に持ってきます。あ、2枚持っていくんですけど、こっちがこの硬いのと普通のを持ってきます。まあ短いのがこっちに。でそしたら長いこっちの方を
1枚の方を斜め下にこんな感じに折ります。で、こっちの折ったのを反対側にして、で、まあ、ちょっとずらして折ります。足なんて折ります。こんな感じで、でこれも反対側にして、今度は上げます。はい、でこれで足の出来上がりです。1個ですね、1個出来上がりです。はい、で足の2個目はまず半分に折って、まあ途中まで一緒なんですけど、真ん中に合わせて、で倒します。はい、で畳ん でここからちょっと違うんですけど、まあ左右反対なんで、ここからは上の2枚をこっちに持ってきて、で、まあ、左右反対であとは一緒ですけど、はい、こんな感じに乗って、まあ、また倒して折って、で倒してあげる。まあ、これで足が2つ完成しました。であとはもう組み立てるだけなんですけど、組み立てるだけなんですけど、多分これ糊を塗ります、ね、さっき出した糊を使います。糊を使います。さっき出したね、糊を使います。この何でもいいんですけど、糊を使って組み立てていきます。はい、まあ結構簡単なんですけど、まあこんな状態で、うん、こんな感じ、まあこんな感じっつってもあれなんですけど、こうよりちょっと中に入る感じで、まあこことほぼ合う感じで折ります。こんな感じに折って、あ、こんな感じに折ってじゃない、こんな感じにあとは貼り付けるだけです。はい、でそしたら最後、まあゆっくり固めてもいいんですけど、貼り付いたらもう裏返して完成です。ごめんなさい、完成です。こんな感じですね、まあ、貼り付いてないのに取れちゃうかもしれないですけど、はい、こんな感じです。はい、今回もくれてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、まあカブトムシも次の動画で、ま
ナー出すと思うので、そちらの方も見てください。はい、では次の動画で会いましょう。バイバイ。